SCP-096 シャイガイ VS カープーンキャット。というわけで今回は、シャイガイとカープーンキャットを戦わせていこうと思います。まず、シャイガイたちがどのくらい強いか調べるために、アイアンゴーレムと戦わせます。まずはカープーンキャットです。私たちはカープーンキャットを初めて見るから、どのくらい強いか気になるな。用意。スタート。さあ、始まってまいりました。終わりました。次はシャイガイと戦わせます。スタート。シャイガイが動くまで時間がかかるので、カットします。それではシャイガイとカープーンキャットがどのくらい強いか分かったと思うので、早速戦わせていこうと思います。ねえ、見て見て。シャイガイの頭だけ出てるよ。おう、おもろいおもろい。いや、早くシャイガイたちを戦わせてください。スタート。記録。2秒。というわけで今回はこれで終わります。シャイガイはカープーンキャット2秒でやられたから、不死身の爬虫類と彫刻と戦わせたら、面白そうだな。それでは、ご視聴ありがとうございました。